くお願いします。行きましょう。津田さん、今日は相性問題を大丈夫でした？ああ、一回あって、そう、円バトで全て乗り切りました、はい。あ、よかったですね。はい、では、C 代表、プロデュースバイアントンチーム、先方は星野さんのローズ、そして対する勇者カイノンチームは、このチーム名の名前に待ってるカイノンさんのサクラということで、さあ、大事な先方戦、どちらが制していくのでしょうか。一つ確認なんですけども、はい、3位チーム決定戦はやりますか、うん、やらないね。ない。はい、なので、あと2試合しかないですね。ここの準決勝とあと決勝のみという。了解です。なんかうんうんとか言うと俺子供みたいな。いやそれが。はい、行きましょう。ね。さあ、ローズ対さくらという組み合わせですね。星野さんとカイノンさん。リプレイの保存ももちろん忘れずにいきますね。さあ、カイノ君まずハードを打ってこれしっかりと返していきましたね。垂直に当たってファーストアタックは星野さんのローズ。お願いします。そして投げが入り、そしてこの後お菓子からさらに投げていきます。勇者先方ですね。あの盾と剣を最終的に守る雰囲気かもしれません。現状それで全てDブロックを勝ち上がっていきます。さあ、まず共に対空で対空の飛び道具でしっかりやる。さあ、うまく先端合わせていく。しっかりマスして距離を取ってと。さあ、星野さんが結構場を握っているような感じでこのまま、前半が流れていきます。予約お願いします。え、予約してるよ。あれ、ご予約、あ、ごめんなさい、今また解除して持ってってきました。はい、ここでサテライトを発動していく。さあ、星野さん、これは裏あたりいくしゃがみ強化でしっかりと迎撃がいく。先ほどからこちらの対空が素晴らしい。カイノンさんの本当に設計で全て叩き落としますね。あ、ごめん、はい、あとで話す。はい、OK。 さあ、シップ入って、さらにエクセンチが入る。さあ、ゲージはあるので、このままウルコンしっかりと張るランマンまでつなげていく。サテリ君からいくんですけど、ここが EX1 回暴れて、さらにソウルサテリとなんと2ラウンド、1ラウンドに2つ発動、表から入り、このまま、さあどうなるゲージは、EX 割り切ってくるか、ここ行ってくる、しゃがみ強パン、迎撃タイプ。大事な先鋒戦の1本を取っていくのは、まずは勇者カイノンチーム、先鋒カイノンサクラ。さらにはね、じっくりと、共にゲージは2の2という状態。じっくりと瞬空でしっかりと飛び寄る。ホエルとすら先端バックで置いてと、あと一回ゲージを使っているとバックステイローズの優秀な性能でそのまま見抜き、ゲージが4本溜まっていくのがこっちの3のローズ。さあ、なんとしても1本取り返して空対空で勝って、そしてレッサーが続いて年代検査、今日 EX を使うんですけど、ここから EX の先頭前に繋げて、さあ画面端、ゲージ1回波動を斜めフレーム消費したり壊しから入っていく。ちなみに今日このゲージタイプ、ここでサテライト発動していくのが星野さんのローズ。一発弾が当てる。さらに先頭を置いて、そんな必要以上に削っていく。壊し1回割り切って入っていく。ポジテリキャン、ずっと1回も壊して、さらに置いている。2人をリードしているのはさ、うまく逃げて使って星野さんのローズがリードしている。しっかりと弾を跳ね返して1対1、ゲージはまた2の2の状態での3本目。さあ、本当に大事なこの先鋒戦、どちらが先に波に乗れるのか。こちら先端ファーストアタックは星野さんローズ。頭を降りていく。ここで波動を置いていく。セリで1回受け止めて後ろに下がる。徐々にラインを上げたいけども、やはりバックステで後ろに下がる。ここで位置が入れ替わる。さあ、いい感じですけども、ここは1回またバックステ様子見ていく。じっくりと、そう、時間はいっぱいあります。瞬間でまた旅をゆるりとよく結構瞬間を打ち切っていく。さあ、そしてその後は1回バックステジャック系から投げていくのグラップしている。弾が当たり、さあゲージが4本抱えている。さあ、苦しい状況、先端が入る。入っていって、さあどうする。徐々にゲージを溜めですが、カウントがここで4と切るので、さあまた跳ね返されてしまう。表から入り、そしてエクスクリプ。さあ、この後はさあ、落とし2段からの
将棋かフレーム将棋表から回り込んでくるのもう一回ゲリッタイキリ割り切りパペライト発動裏にいたとかコパン潰していく依然体力リードしてるのはプロジェクトバイアントンチーム先方星野さんのことでソウルスで素晴らしい地域の中継で地上判定なる空中判定から仕掛けていきますがそこは暴れてこない中足からの技の名前が出てこないそうですねさあまず大事な先方戦を勝っていくのがプロデュースバイアントンチーム先方星野さんのローズさあ対する勇者カイノンチーム中堅の登場となります中堅はさすがにやはりこう来ましたね剣の登場ですねカイノンの剣セスの登場となりますただね、こっちでもう画面見てるじゃないですか。はい。こっちも保存予約できるんですね。ちょっと知らなかった。あ、そうそう、うん。同じとこにいるから、こっちもできる。だもんで、こっちが予約になってなかったから。あ、そうですね。ごめんごめん、僕も今、あれって俺したのにとかって思ったごめんごめん。あ、よかったよかった。はい、ではね、中堅、勇者カイノンチーム中堅、カイノンの剣さんのセス登場となります。なんか2人でやると逆にギクシャクっていうかドキドキしちゃうよね。たまに。勘違いだったりとかして。やらないからね。うん、そうそうそう。そんなこと言ってるうちに、飛び飛び合戦になった三角飛びで先に裏切っていったのは、カイノンの剣さんのファーストアタックを奪って、しかしから行き、さあ空陣を置いてくる画面端、バックスをそのまま5パンで切りして、ですがここで切り返していったのが星野さん。そう僕が刺さりいいこと言って割り切ってくるとコパンからそのまま100列さあ画面端なのでそのままトントン一発いくワントンできましたねさあ大して国家中めくりから見えない100列で決めて1本目は勇者カイノンさんの、カイノンの剣さんのセスですねさあ2本目さすがにあそこまでダメージ与えてるんですかもうゲージが3本ありますねうまく切り替えてくるナイスエンジンに刺さっていくイーブソウル性が素晴らしいバックスで1回距離を取り空陣のところに対してもしっかりとバックスで取っていくそっち側からソニック打っていけリュウがちょっと若干速い感じでちょっと噛み合わないかもしれないまた空陣が吹っかかってさらに空陣もう一発画面下あっという間に追いやすここでさらに空陣たまらず1回 EX で切り抜けて画面を入れ替えていくそしてさらにヘビを受け止めていくさあ共に反応が速い判断が速いシャリキャン使ってこのままダメージを伸ばしていくさあ剣さんもしっかりと裏をガードさあエンジンスライスマイ EX 昇竜陣はいということで勇者カイノンチーム中堅カイノンの剣さんが中堅ものの見事に仕事をしてプロデュースドバイアントンチームの先方星野さんローズを下していくさあ中堅誰でしょうかさあ太郎さんのバイソン登場バイソンセスという組み合わせでさあここが大事な意地の張り合いですね中堅同士の戦いここで勝つか負けるかでかなりチームのアドバンテージもカラッと変わってきたりもちろん逆に大将にとってはね、追いやられてしまったというところでもうものすごくいいプレッシャーが来ると思いますねさあダイソンとセスという組み合わせでの中堅戦どちらが決勝へと駒を進めることができるのでしょうかさあここで中堅でバイソンで止めたいところですねそうですねなんとか止めたいんですけどですが剣の方がやはり剣な動きですからねそう鋭利すぎますよねまずは飛んでいきますヘッドと空陣だってすれ違いますねさあさあ岩太郎さんのバイソンでしっかりとこかしてガンパを追いかけてバックスで距離取っていくさらに上が出る空対空でゲージキーさあここで一回100円と引っかかってしまいその後はワープを置いていくコパンから空陣さらに距離を取るしっかりとゲージ対空出るのが太郎さんさらに空対空でまた持っていって体力をあっという間に溶かしていくしっかりとこれを積みて壊したり下段が取りますと整理を置いてたけど5パンそのまま100列画面端なのでそのままセーフでトントントン4 3段さあ逃げちゃうぞ裏にめくり渡してしっかりとガード空陣に引っかかるところに5パンを置いていく中段が入りそのままヘッドからのブルコンさあプロデュースドバイアントンチーム中堅太郎さんバイソンが素晴らしい動きでまずは1本そうですね、先ほども太郎さんバージョン大活躍でしたね大活躍ですか、うん、ナイスで果敢に剣が進めていきますねここまでスクリプトが入り
さらに投げていく。画面端継続のまま、そしてここで裏に回っていくと台形でさらに置いてきます。ここで対空が置いている。相打ちオッケーで一発で真っ赤空陣がさあリズムずれる。セリキャンでそのコンボのダメージが伸びる。端なのでそのままふみふみ4回。さあ今度は裏通常投げが入ってピオリーチ。ここで気をつけてしまったところに1回エンジンでということで、勇者海門チーム、中堅海門の剣さんがここで1本取り返していく。さあ共に1対1。開幕前数とかね、ものすごい鋭利ですね。爆睡の台形で失脚させていけば、空陣でまた対空のリズムをずらして、ここでクイックは起き上がらず、ここにダイヤスして富吉さん太郎さんが縛っていく。これからゲージ入って、さらにお互いゲージも入っています。かさずつきに剣さんが攻撃、ディープダッパで入って、そのままディープダッパループ、そしてここでヘッド、これは打たずにこの中段クイックでは起き上がってこない。表から入り、さあゲージが消費されるぞ。セリキャンで、さあここに2ゲージが溜まりそうなフィンク。バックの逃げってしっかりパンチしていく。セリキャンして壊しクリック暴れて炸裂。さあもつれた、わからないぞ、ゲージがないぞ、どうなる。現在バンダーストが止まる。はい、ということでプロデュートバイアントンチーム中堅太郎さんのバイソンの勝利。そして勇者カイノンチーム大将の今まで全てを守ってきたカイノンの盾さんの樹里登場。ここをまた守りきれるのか。さあ残っているのは太郎さんのバイソン、そして西巻さんの剛健。さあどうなる。これは熱いですね。全て今のところ守ってきてますからね、たくさんが。なるほど、はい、このまま守りきるかもしれませんし、いやいや、ここはもうこのまま太郎さんが押し切るかもしれない。がやりにくい相手。このまま決まってしまうのか、それとももつれて大将戦へと流れ込むのか。勇者海門チーム大将の海門の盾さん登場。まずはフルですね。先ほどもこれをね、まずかいくぐるダイヤさしていく太郎さんのセンスが素晴らしい。打ってセビで打っていく。さあ盾さんが守りなんですけども、攻めるときはものすごいしますかね。あっち行き中継でしっかりと迎撃回数。なるほど。さあここで置いていって、さらにその後はしっかりかセリキャン使ってくる。ここはお互いグラフに入れていく。さあこれ3発1回割り込み、さあ9番の発生3振り1回で置いていく。さあ橋徐々に攻めていける。さあ位置が入れ替わり、セビ1回ここたまるとすぐ下がる。中段が入る。ヘッドが入ってそのあとウルコーン。さあ太郎さんが押し切っていく。さあこのままリーチがかかってしまうのか。一回 EX 加速、ここからフックエンジン発動。さあこの体力ゲージはないけども、さあどうなる。やはり弾を打って前進、近づいて攻撃中断でと、そのまま一回国家して、そのあとは置き攻め、裏から回って、そのままこれぞ風水の力。勇者海門チーム、海門の盾さん、まずは一本取っていく。さあ2本目ちゃんと置いて、さあ一気にこれ流れか。ダイヤス先ほどから素晴らしい。太郎さん投げが入り、その後難しい曲に投げて切り返されてしまう。めくり返ったウルートはそのまま引き切り、一打下のジャスセックスの外側デランルートが通る。中段パリンと割れて、あっという間にピオリーチ。パラグラップしていて、さあ3ゲージの2の状態、時間はまだいっぱいで垂直結果入り、ここで発動不正に。さあ向こう進んできてるぞ、ですがここは当たってしまう。ダイヤシが若干届かない。しかしから入り、さあこう一回こかし、さらに反対側に出てくる。さあまだ数席の時間が残ってる。ダース EX ダスト1本取り返し、ここでリーチをかけているのが C ブロック代表プロデュースドバイアンソンチーム中堅太郎さんバイソン。ゲージは2の3という状態。ゆっくりしたいですが、さあ徐々に太郎さんが迫りくる。盾を守りきれるのか。さあテイクシックの、グラスシステムガード、ゲーランが通る。相打ち OK ぶっていく。徐々に弾を溜めつく。盾さんが徐々に下がっている。さあ大きく受けているような形の太郎さん、ゲージが1本のみかかん詰めていく。逃げては迎撃対空、すごい叩きつけてもすぐクイック。さあこのセリから入って、ここで入って入ったフープエンジン、ゲージは3本以上抱えてるぞ。一度で恐ろしいことが起きるんじゃないか。補正ルートが怖い、補正切りルートが弾を追っかけて
ていくダイスコカシ、まだここで切れてしまうですが、ここで帰り5本逆転、まあ、ヘッドからウルポン打ってく1ゲージと2、残りの2人が切れるとさあこれでほぼ同じ状態、さあどうなる、中段通る、ヘッドが通る、さあ分からない、 DX 浮き回さはゆっくり見て投げるということで、Cブロック代表プロデュースドバイアントンチーム、西巻さんの冒険、星野さんのローズ、太郎さんのバイソンの勝利となります。おめでとうございます。